こんにちは、ベンジです。サイレンの続きをやっていきます。竹内多聞のかなり最後の方だね、これ。前回のムービーで流された後か。多聞、イコちゃんと戦うとかやめてよ。焼け跡の発見、中央交差点ね。中央交差点、はい。焼け跡？ん？中央交差点から抜ければ焼け跡に着くってことかな。解体屋、あ、解体屋通るってことは、これはあのはるみちゃんの時に見つけた床抜けるところ行くんじゃねえかな。あ、水門。ああ、水門ね。はいはいはい。オッケーオッケー。え、ちょっと、懐中電灯どこ行ったのよ。懐中電灯がない。暗いままやるしかねえか。ん？ん？イコちゃんかな？あ、違うわ。これあいつじゃん。あの女だよ。そうなっちゃったか。早っ！めっちゃ早い。やべえ、早い。よし！これアナウンサーだね。いや、暗くて全然見えねえ。生ゴミ、あ、生ゴミ食ってたのか。あ、役に立ちそうにはない。こっち、あ、違う。あ、ここだ。方向も今、あ、わかった。ここ解体屋だ。ここは通れないでしょ。うん、解体屋一応入っとくか。疑似科学物の雑誌ムーだな。アトランティス創刊号。あ、そうだ、牧野でこれ撮ったんだった。ああ、あんまり区画整理ね。これは、あ、航空写真か。これアトランティス創刊号、現実と非現実の境を飛び越える謎解明マガジン、アトランティス創刊号、2003年、結構新しいんじゃない？総力特集、宇宙考古学、人類の起源や文化の発展の陰にはいつも彼らがいる、神々の足跡を追え。遥か太古に宇宙より超知的生命体が地球に訪れ、人類の起源や文化の発展に大きな影響をもたらしたとする説を宇宙考古学という。思考者たる彼らからのメッセージを読み解く鍵が今ここに明かされる。こういう話、多聞くん大嫌いだろうね。考古学者だよね、確か。多聞くんは。2階。なんもないけど。なんもないね。これ叩いたりしてもダメか。ダメだね。じゃあ解体屋は関係ないのか。ここだよ。大きな力が加わる。ん？ああ、一緒か。大きな力ね。いや、あれを落としたいよな。とりあえず何もできないね、今。やめてよ、イコくんを。イコくんだけはやめてよ。はるみちゃん。うわ、先生。どこ？はるみちゃん。カニになってんな。何このボスラッシュ。
わな、撫でるように攻撃してきたな。はるみちゃんのことは覚えてると。あ、なんか落としたよ。カセットテープだ。え、なんかあっちで、あ、なるほど、ブレインか。ブレインだから、あの先生が死んだことによって他の死人も死んだってことだな。歯医者、ああ歯医者内に落ちてたカセットテープ、はい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 、ここで、ここでか、なるほどね。カセットテープ、カセットテープ聞けるとこなんて一番最初のマップのとこしか知らないけど、あの、あ、こっちから来たな。あのオーディオマニアの家で聞けるかな。てかこの懐中電灯さ、くれない？ここなんか公園だよ。こんなとこ初めて来たね。こっちかな。もう適当に歩きますよ。ああ、今度こそいい子ちゃんだろう、間違いねえよ。ん？来るぞ。これは？あ、焼け跡。え、白衣の燃えかす。あ、クリアしました。ボスラッシュを抜けてクリアしましたね。あ、ジェノサイダーに繋がってんじゃん。もうこれバッドエンドだよ。死人の巣、水鏡、水鏡、あ、水鏡、なるほど。あ、映ってる。ミヤコ、ここにいたんだ。嬉しそう。私はずっと京也のそばにいるよ。ねえ、こっちに来て。どうやって？水鏡の扉を開けるんだよ。あら、まずいね。まずい感じだね。ジェノサイダーだー。なるほど、そういうことなのね。これで、ミヤコに連れてかれて、ダークサイドに落ちたって感じだね。これさすがにもう飛ばします。かっこいいけど。ループしましたね。はい、今回も早かったんでもう一回やります。この牧野圭と今やった竹内多門、これしかもうないんだよね。どっちも終了条件にできるんで、でもうつながり見えちゃってるよ。多門の条件2をやっても、条件2がこの赤ね、 青が条件1で、左上につながってますよね。で、こっから、で、ジェノサイダーにこうつながるわけです。で、こっから赤でつながって、こっからジェノサイダーにつながってるっていうね。どうやってもジェノサイダーになると。脇の系はこういって、あ、こっからのつながりはまだわかんないと。じゃあ、あの、望みのないこっちから行くか。はい。条件にやっていきます。飛ばします。竹内家到達。自分家か。今なんかアーカイブ撮ったっけ。あ、白衣の燃えかすね。焼け跡に残された白衣らしき衣類の燃えかす、かすかにだが宮田という名前が読み取れる。なるほどね。ここで入れ替わったってことだね、牧野と宮田が。あ、ないよ竹内家なんて。え、てか今さ、どう進んだのか全然わかんないんだけど。こっから解体屋から、あー、わかった、
解体屋から、あ、ここはボスが出るね。飛ばしますよ。あ、早い早い早い。よし、解体屋の方行かないで、こっちだよ。え、ダメじゃん、軽トラないよ。え、SDK の時軽トラあったのにね。まあいいか、さっきのルートで進んでいこうかな。いや、この下は気になるけどね。ここで先生、はい、飛ばします。なるほど、死人が来るから難しいっつうか。あ、やべ、いやなるほど、一回逃げた方がいいかな。いやー、やっと何回も殺された。カセットテープ、大変だった。やっぱりね、死人、犬ころも一緒に、あー、また逆行っちゃった。犬ころも一緒に来るから難しいんだよ。こう行ったら終わっちゃう？ん？あ、終わっちゃうかも。あ、終わっちゃうわ。これは飛ばします。あー、違うんだ。 OK、 違うルートね。で、取ると、倒したと場所全然違うけどね。だから迷うんだよ。で、あ、あー、ほら迷ってる。あ、わかった。ここじゃないの？これじゃないの？え？これ先生？先生じゃないね。犬っころだよ。なんか、あれだね。女の人だね。いや、絶対あの看板だよな。解体屋。あ、これはもう取ったね。解体屋の2階が何もないっていうのがおかしいんだよな。なんかねえ。あれ？誰よ、窓開けたの。へへへへ。やっぱり看板だったよ。大正解。なんか可愛い。イエーイ。これで、下で、なんか地下通路みたいなのがあるんじゃねえの？おお、あるね。あ、なるほど。水門を開けたのはこれか。オッケーオッケー。で、これどこに繋がってんだ？あ、お、ああ、やべ、こんなとこで死にたくない。よし、あぶねえ。って、なんかすごい行けるんだけど、一本道だね。あ、ここ上がれる。こっち何？滝みたいになってる。いや、こっち怖い。ここだよ絶対。どここれ、あ、どっちの橋だこれ。え、あ、ここに書いてるよ。三社橋、三社、三社、あ、下の方の橋だ。
校長先生と戦うことになるかな。飛び出し注意、音を出すのに使えるかもしれない。え、難しいこと言いますね。テープ結ぶ、テープってお前そのテープ、あ、テープ、カセットテープ。おお、で倒すの。倒した、倒したじゃねえよ、やべ、倒す、多分、倒すは多分ミスリードだよ。どっからだろう、途中からで会ってくれ、頼むぞ。どっから、最初から、はい、やり直します。あれ、はしごどこだっけ。あれ、はしごまだか、ここか、来た、この先って誰かいんの。誰かさっき撃ってきたやつ、これすごいっすね。ああ、狙撃手のすぐ隣にいるね。さっきのテープを結ぶが正解だよ多分。あの看板を倒すってやったら、え、っていうか看板を倒すってやったら、あのテープがなくなったんで、あの結ばれてるはずのテープがなくなったってことは、これ多分どっちかなんだよ。でこの場で倒して音を立てたら気づかれて撃たれたんで、テープをどこに結んでんのこれ。いや、主観モード見にくい。下に、え、そこに結んであるの。それどういうこと。あ、あった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 、テープを引っ張る、なるほどね。そしたらこいつの行方を見とけばいいな。テープを引っ張る、えいや、ほーら、せっせっ。うん。おい。よしよしよし。これ何？今行くのか？え？背中から倒せってこと？見つかんない、見つかんないね。いや、ちょっと待て、いやダブルパンチ、もっと早くかな。いや、難しい。はい、階段のとこまでやってきました。で、あれ、こっちの守備灯こっちにはもう死人いないんだから、こっち、暗くて見えないんだよ。あ、なるほどね。ここの上にいるのか。あ、
この向いてるところの下にちょうどあのはしごが見えてるんで、ここ上がるとこいつに撃たれるんだ。わかったわかった、はしごは2つあった。じゃあこれ引っ張ったらこっち側にあいつが来るから、これをおとりにするってことだね。よしよし、わかった。これで下降りる。これでクリアできるでしょ。でもそこ登った先どこ行けばいいのかわかんないけど、まあとりあえずやってみよう。ちょっと待って、引っ張るにしてもさ、こっち側からなるべく、あれ、よし、ここだ。で飛ばしますよ。飛ばして、あれ、よし、ギリギリに立ってた意味は全くなかった。ここ登る。で今あっちに、結構いいスピードで行ったと思うから、道慣れていいの？え、登っていいの？いや、わからん、わからん。頼む。お、竹内く、竹内家、竹内家、到着。違うか、違うか、違うか。え？あ、これじゃないの竹内家。間違いねえよ。電気ついてるよ。里帰り。家だ。竹内。ただいま。はあ。いや、このムービーは気になるね。もう間違いなくあの異界系の最大につながる道なんだけどさ。大技荒戸。はあ。父さん、母さん？お母さん、お父さん。マジか。ハッピーエンド。竹内さんの絵日記。うん。まあこれは思った通りですけど。へえ、いい話だったね。はい、これはもういいですね。よし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 。つうことは、巻きのルートだね。もう、あと巻きのしかないから、巻きのルートがハッピーエンドに行くってこと？行くかな。巻きのって、まあ宮田だからね。宮田がハッピーエンド行くはずねえんだよな。あの悪人が。ああ。双子の兄まで殺してね。殺したかどうかまだわかんないけど、多分殺してる。はい、ということで、もうそろそろ最終回ですよ。あの、結構前から言ってるけど、もう本当に最終回でしょう。そろそろ。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。